I'm about to take my key and stick it in the ignition. So give me that, let me give you that. Oh yeah, we're running the show, bouncing on 24th. Ah, it's the remix to ignition, hot and fresh out the kitchen. Mama rolling that body, got every man in a wishing. I'm sipping on coke and rum, I'm like, so what, I'm drunk. It's the freaking weekend, baby, I'm about to have me some fun. Crystal popping in the stretch navigator. We got food everywhere as if the party was catered. We got fellas to my left, honeys on my right. We bring them both together, we got drinking all night. Then after the show is the after party. Then after the party is the hotel lobby. And round about four you gotta the lobby. Then take it to your room and ho! Can I get a oh, can I get a? Oh yeah, we're running the show, bouncing on 24th. Oh, it's the remix to ignition, hot and fresh out the kitchen. Mama rolling that body, got every man in a wishing. Sipping on coke and rum, I'm like, so what, I'm drunk. It's the remix to ignition, hot and fresh out the kitchen. Mama rolling that body, got every man in a wishing. I'm sipping on coke and rum, I'm like, so what, I'm drunk. It's the freaking weekend, baby, I'm about to have me some fun. Edition, hot and fresh out the kitchen. Mama rolling that body, got every man in a wishing. I'm sipping on coke and rum, I'm like, so what, I'm drunk. It's the freaking weekend, baby, I'm about to have me some fun. You got that smile that only heaven can make. I pray to God that you keep that smile. You are my dream. There's not a thing I won't do. I'll give my life up for you, 'cause you are my dream. And baby, everything that I have is yours. You will never go cold or lonely. I'll be there when you're insecure. Let you know that you're always loving.毎週第1水曜日の21時からは私あの MK カフェの店長である上山がパーソナリティとしてゲストの魅力を引き出していきます。はい、この番組のテーマは女性の永遠の課題でもあるダイエット、そして笑いをテーマに素敵な女性をゲストにお迎えしてお送りしていきます。で早速今日のゲストを紹介したいと思います。はい、シュープロモーション所属、芸歴6年の女ピン芸人くまりえさんです。よろしくお願いします。くまりえと申します。よろしくお願いします。くまりえさん、ありがとうございます。皆さんシェアの方たくさんお願いします。今日はすごい楽しい配信になりそうなので、楽しみです。いつも楽しくないんですか？楽しい感じでよりオーラがすごい。はい、ガンガン行かせていただきます。お願いします。さすが女性芸人という感じで、なんかやっぱり勢いを感じます。はい、勢いですか？はい、ストップしたことないですね。勢いだけは、はい、負けません。いや、もうその状況把握なんですけど、はい、お二人はどこ で知り合ったんですか？あのインスタグラム。インスタグラム。そうですね、ずっと見てた時に、うん、すごい、あ、なんかすごいダイエット頑張ってる女性がいるなと思って。あ、そこから。しかもなんか変化がものすごくて、へー、でよくよく見ると女性芸人っていうことが分かって、うん、でちょっとアプローチしました。私が、そうなんです。上山さんからアプローチ。はい、最初、はい、あのインスタの
DM のやり方が私分からなくて、ああなるほど、ダイレクトメール、そうなんです、分かんなくて、はい、何か変な、なんか引っかかっちゃったのかなと思って、あの誰からとかっていうのも分からず、ウイルスかなと思ったりとか、いろいろしてて、でも、いろいろこうやってこうやってったら、あの、オファーをしてくださっていて、ウイルスだなんて申し訳ないみたいな、本当すいませんみたいな。実際にこの話をされた時どう思いました？あ、お話をいただいた時ですか、はい、なぜ私なんだろうって一瞬思いましたけども、はい、あのやっぱ女性はダイエット、占い、恋愛、この3つが好きだっていうのは私常日頃女子高校生とかそうなんだろうなって思ってるんですけど、やっぱ大人になっても女性はそういうのが好きなんだなっていうのを思ったので、まあこんな体でね今この配信をしてるのもどうかと思うんですけども、ダイエットしてるんです。あ、なるほど。ということでダイエットしてることでオファーをいただきまして、それで最初にこれを言っとかないと、なんであんなおデブちゃんがお話ししてるのかなと思われちゃうので、先にそれは言っとかないとですね。はい、そうなんです、ダイエット企画中でございまして、それでオファーをいただきました。そうなんです、ありがとうございます。もうありがたいなと本当に思ってますね。元からもうちっちゃい頃から大きかった小さい頃は 3800g ですけども、結構大きいですよね。生まれは生まれです。そこから話しそうかなと思いました。でも芸歴6年目なんですけど、芸人始める前は 43kg でした。細い、はい、すごい細い。モデル体型じゃないですか。はい、43。自信を持って歩ける体型でした。そうですよね。身長159.6ですね今ね。あ、じゃあすごい素敵な体型ですよ。それは芸人になるために太ったんですか。ですね、まあその芸人になる前に某パチンコ店の社員をしておりまして、うん、まあ、言っていいのかも分かんないので某にさせていただきます、ね。パチンコ店の社員をしておりまして、はい、そこでもまあ体型を今よりは全然痩せてたんですけど、はい、まあ中途半端って中途半端だったんですよ。ああなるほど、ぽっちゃりぐらいな感じの。そうです、今で言ったらこれがデブってなりますけど、うん、昔で言ったら多分すごい中途半端なんですよね。なるほど。それで養成所に入るんですけど私が、はいはい、養成所に入った時に、とある先生からお前は中途半端やなって言われたんです。で太るか痩せるかどっちかにしろって言われて、で太ってる子がめちゃくちゃ知って、でオーディションもらってて、へー、それをこうパッと見た時に、うん、太るか痩せるかの選択肢2択あるけど多分太るしかないんだなって思って、そこから L サイズのピザを毎日食べるようになって、でマヨネーズを毎日1日1本開けるっていう、もう荒行に出ました。あ、じゃあ無理して太ったって感じですか。洋食のデブってことですね。あ、じゃあもともと食べるのが好きっていうわけではないですけど、はい、でも太るんだったら自分の好きなものを食べようっていう感覚です。なるほど。それほどお笑いでやっていきたいと思ったからですね。そうですね。で2年で40キロ増やして、なるほど。すごい、ゆうさん丸々じゃないですか。あ、そうかも。出来上がりました。このくらい増やして、そしたらお腹がどんどん出ていくから、やっぱりこう中途半端なんてもう言われなくなりましたっていう。なるほど。はい、待ってください、その前は某パチンコ店の店員をされていて、はいはい、どういうきっかけで芸人になりたいっていう、それ聞きたいですね。ね、僕思ったんですか。小さい頃からなりたいものではあったんです。芸能界もそうだし、芸能界というかもうお笑いが好きで、はい、私も33なんですけど、山田かつてないとか、はい、そういうのを見てた時期で、ドリフさんとか、ドリフとか見てました、はい、見てた。すごく楽しくて、小さい子ながらね、はい、なんだタライが落ちてきただけでキラキラ笑うという、そういう単純明快でも一番素晴らしい笑い方を教わったというか、でも一番できないことかなと思ってたのがお笑いだったんですよね。あの歌手の人は作詞作曲自分ができなくても、はい、プロデューサーさんがいたりとか、うん、はい、ボイストレーニングの先生が教えてくれたりとか、うん、女優さんも監督さんがいらっしゃって、はい、脚本を書く方がいらっしゃって、うん、あと何ですか、絵に指導してくださる方もいらっしゃってっていうのがあるんですけど、うん、お笑いは
自分でネタも書かなきゃいけないし、そうですよね、演にするのかしないのか自分で決めなきゃいけないし、その小道具だってど自分がどうしたいかってもう全部自分で決めなきゃいけないことなんだなと思ったから、なるほど、一番難しい、まあ他のジャンルも難しいですけどね、うん、ジャンルなのかなって思って、素人の頃にそう思ってて、うん、無理だなって諦めたんですよ。で普通に働いて、はい、でも働いてたけどやっぱりやってみたいなと思って、あやろうってなって、そっから店長に、うん、私お笑いやるんでやめますって言いました。なんて言われました？えって言われました。そうですよね。そうですよね。えって言われて、はい、えっていうか、まあ、決めたんでって、はい、って言って思いました。はい、そこから養成所に行って、養成所を磨いて、そうです、そうです。で今があるという。そうです。へえ。今があるのはそうですね。今いろいろあるんですね。一番最初にその辞めて、さあ何しようって思わなかったんですか？辞めて何しよう、その養成学校を見つけるまで、もう見つけてから辞めたんですか？私多分決めるとすごく早いんですよ。あのイノシシ年のイテザなんですけど、ちょっと猛進だ。本当に。なるほど。こうだし、こうだしみたいな。もうなるほど。一つ決めたらもうそこにグッと行くみたいなタイプなので、はい、何ですか、もうやめるって決めた、うん、言います、はい、OK もらいました、はい次行きますっていうのがなるほど、もうスタンスなので。切り替えが本当に切り替えしたのかわからないぐらい早いんですよ。いやいいですね。もう心に決めたら突っ走る。もうそうですもん、なんか親に何度となくあんたに何度言っても無理だわっていうのは何度となく言われてるので、親も納得してるんです。もうしょうがない頑固者ということですよね。でもすぐ養成所は資料取って、うん、たくさん並べましたけど。うん、はい。見て、うん、あここかなっていうのを見つけて入ってって感じですかね。うんうんうん、なるほど。うん、芸人やられててやっぱ楽しいですか？うん、楽しいです。なんか女性の方が話しかけてくれることがたくさん多いんです。私本当にありがたいことに、なんか最初のうちは本当高校生とか、うん、高校生よりちょっと上ぐらいの方が、うんうん、やだ可愛いとか来るんですけど、絶対思ってないでしょみたいな感じで返して遊んでるんですけど、でもそうやって声が出てくれるだけで嬉しいなって思ってます、本当に。なるほど。やだ可愛い、お腹触っていいですかって、お腹しか見てないじゃんって言ったりとかしてるやりとりとかがもう楽しいですね。なるほど。同性の共感で大事かなと思ってます。あ、でも本当それは思います。なるほど。そっか、その分男性がそんなにやったくないっていうね。でもね、今コメントでセクシーっていう、あ、本当ですか、してます。セクシー絶対嘘ですからね、本当にね。書くだけただですから、これは本当に。追っていきますよ。はい、あの個人情報ね、そんなセクシーって書いたら個人情報をね追っていきますからね。なるほど。熊里さんなんですけど、ちょっといろいろと私も熊里、はい、さんのことを調べたときに、はい、いろんなちょっと芸ができたりするんですよ。芸。いやもう本当どこからどんなねものが飛んでくるか今日わからないまま行きますから、はい、頑張ります。はい、例えばですね、何でしょう、高田久美さんの歌真似ができるっていう。くーちゃんですね。いいですよ。なんか好きな曲ありますか？バタフライ。あ、バタフライ。え、歌って大丈夫なんですか？あ、大丈夫ですよ。ぜひ。そうなんです。マイクとかもなんもないんで、あ、このまま。あ、はい、はい、そのまま。いきます。目をつぶって聞いてください。30点の高田久美です。はい。届くかは自分次第なら、やってみせるわ。浮いたり沈んだり繰り返してもです。はい、確かにちょっと似てるかもしれないです。似てます。ちょっと似てましたよね。癖が強い高田君。癖が強い高田君。似てます。似てますよね、はい、ちょっと。なんですか、喉から出してんじゃないんですよ多分。あの ここの裏で歌ってる感じでした。あーってそんな感じ。採点していただけたら嬉しい。採点で30点の高田組。30点満点でいいですだから。ぜひお願いします。満点からね。もうすごいのそので。なるほど。じゃあちょっと続いて、はい、続いて、
続いて持田香織さん。うえ持田香織さん、持田香織の2017年バージョンの、はい、これ言っていいのかな、声が 出なくなってきた、うんうん、持田香織さんの最新の、はい、最新なんですか、2017年、はい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 、のディスってないですかねちょっと立っていいですか、はい、立たれるということで、はい、お皆さんちょっと楽しみに、もうちょっとこちらの方で、はい、はい、何の曲がいいですかね、もうでこれ3、これ32点です、32点、はい、これも癖強いバージョンですね。目つぶった方がいいですか？あ、もうお任せします。はい、はい、見てても何もあれですけどね、はい、お願いします、はい、はい、お願いします、はい、いいですか、はい、ちょっと2017年のエブリリトルシングの持田香織さんのライブバージョン、はい、想像でご覧ください、はい、好きだったので裸で部屋で踊ってましたね。じゃあもう独学ですね。なんか曲をかけると、はい、あこういうのかっこいいなってイメージで全部体が動くようになりました。それは結構天才肌ですよね、かっこよかったですもんね、かっこいい、もうちょっとなんかとんでもないことをするのかなと思ってたんですけど、
ったイエーイそういうことですね。やばい、怒られるんじゃないですか、私大丈夫ですか大丈夫ですか、すごいな、大きい会社から怒られませんかって、ね、あの最後に、はい、この間バナナマンの日村さんと一緒に出てた時に、はい、やっていた芸があるんですけど、はい、はい、それはお腹で瓶の蓋を開けることができるみたいな。あ、そうですね、とあるそのアベマですかね、はい、やつでですね、日村が行くという番組で、はいはい、お腹で瓶の蓋を開けるというのをやらせていただいた。あ、へえ、ちょっとその時バナナマン、はい、ヒルムラさんどんなリアクションですか。みんな噛むんですね、ヒルムラさん。ヒムラさん、順番に噛んでいくんだね。あら、噛む。ヒムラさん、すいませんでした。失礼しました。ヒムラさん。ヒムラさん。はい、ヒムラさんが何ですか。バナナマン。全部ダメになった今。バナナマンのヒムラさんですね。ヒムラさん、どんなリアクションしたんですか、それ見て。まず出てきた時に私が出てきた、嘘だろって言われました。嘘だろ、はい、多分体型を見て嘘だろと言われて、まずは、はい、はい、ってお腹で瓶の蓋を開けますって言って、開けました、うん、はい、開けましたって言ったら、開けましたって言われました。やばいっすね、そんな芸を今。そうですね、しかもその頃は、はい、ビキニで行ったので、そうそうそう、あ、そうなんです、ビキニで、この格好ですけど、はい、ビキニでお腹の瓶の蓋を開けてたので、うん、なるほど、はい、迫力ありましたよね、私見たんですけど、そうです、はい、ダイエット中なのにあれが急に出てきて、もう痩せてんのか太ってんのか本当に分かりませんけどみたいな。よっしゃ、じゃあちょっと見せていただきますか、はい、すごくシュールな、シュールな、シュールな、シュールなネタです、はい、先に言わせていただきます。この前からはい、はい、そこで、はい、行きますか、はい、皆さんご存知この瓶がございます。はい、私ですね、この瓶をですね、お腹で開けることをしております。よろしくお願いします。シュープロモーション所属瓶芸人の熊理恵と申します。お願いします。ではですね、お腹の方出していきたいと思います。おおおおこれが巷で言うその寄せてあげて、皆さんもやったことあると思います。寄せてあげてね、寄せてあげて、私今やってますからね、脇から脇から持ってきてこうやってこうつけたりとかね、こうやってつけたりとかね、それと一緒です。はい、このお腹を使って、はい、横の方がいいのかな、こうですか。あ、いい感じですね。いいですね、はい、いいですね。何の絵かわかんないです、今みたいなね。これちょっと…あ、そうですね。はい、ですね。はい。はい、では、こちらの瓶をお腹を使って当てていきたいと思います。はい。ちゃんと閉まってます。はい。どこに飛ぶのか、危なくないですか、ね、あ、大丈夫です。はい、当てもいいです。もう当ててください、はい、むしろ。はい。当ててください。はい。すごい、なんか発言がやばくないですか。いきますね。で、当てていきます。はい。では、瓶開けます。怖がらないでください。やっぱ怖いんじゃないですか。やだって。すみません、ちゃんと行きますよ。はい。じゃあ、瓶の蓋、閉まっております。はい。はい。いきます。はい。おー！出ました！飛んだ！飛びました！ありがとうございます。飛びました！素晴らしい！ありがとうございました。素晴らしい！当たります、あります。ありがとうございます。当たりました、すいませんね、全然もう素晴らしい、いい音しましたね、今日一です。いや、すごい、また閉まって閉まって元に戻して、はい、いや面白い、こういった芸は自分で編み出すんですか。あと事務所の方と相談をしたりもしますし、私がお腹を使って何かできないかなっていうのもずっと考えたりしたので、そうですね、マネージャーさんとお話をしたり、本当にありがとうございます、はい、いや、とんでもないです。こんなね、爪寄せみたいな、大丈夫ですか。最高です。バリューパックになってないみたいな、もう十分面白いですとか、もう最高ですね、うん、ありがとうございま す, ういま, す, そうです、ね、まだまだちょっと芸は見たいところなんですが、ちょっと後半の方で、はい、今度は今企画されてるダイエットの企画をされてるので、はい、そこをちょっと聞いていきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。始
さんでからいきたいと思います、はい、CM お願いします。じゃってこれですか。はい、後半はですね、はい、ダイエット今企画されてるチャレンジされてるダイエット企画の方について聞きたいと思います。はい、お願いします、はい、お願いします。あの柏崎桃子さんと、はい、白田中さん、白田中さん、白田中さん、はい、白田中さんと熊理恵さん、はい、3人で、あの女性の夢応援プロジェクト、そうです、目指せマイナス50キロ女芸人100日の奇跡という企画にチャレンジしてるんで、拍手でいいのか何なのか分かりませんけど、そうです、100日間のチャレンジにですね、今させていただいておりまして、はい、間もなく半分、そうですね、50日目ですよね、す50日目を迎えるんです、ね、はい、でこれが3人合わせた体重がマイナス50キロになる、はい、うん、っていうのが目標ですね。そうです、50キロにならないと夢は破れるというか、ね、もうみんな個々にあの、うん、夢がやりたいことが達成したいことがあって、はい、それを掲げてるんです。私は渋谷にランウェイを引いて歩きたいっていうのを掲げていて、なるほど、はい、過去にあの、はい、渋谷の朝方っていうのはちょっと治安が悪いんですね、はい、あの朝方ちょっと歩ってた時に、はい、おい姉ちゃんって言われたんですね、うんうんうん、うち飲み行こうぜって言われて、うん、いやだやだこういうのやめんだわっていう顔はしなかったすいませんって言ったんです、うん、おいブーでって言われたんです、その後 お、おいブーでお前となんか行かねえよって言われたんです、その後にでそれを覚えてて、うんうんうん、はい、渋谷の男たちを見返したいということで、なるほど、渋谷を綺麗な状態で歩きたいっていうのが私の目標で、でもな2人は、はい、1人は、シングルマザーで、うん、芸人をしていましてですね、お子さんが間もなく20歳になるんですかね、20歳になる、そうですね、まだ若いですよね、うんうんですね若いうちのお子さんですね、でも、あ、なるほど、そうです、そうです、でなられるので、それを記念してウェディングドレスで、あの写真を撮りたい、あ、素敵、それはちょっと感動するっていうのが夢ですね、はい、で、もう一人は、まあ、芸人なので、はい、トリオ3人でやってて、男の子、男の子、女の子、こう一点でやってるので、はい、単独ライブをやりたいから、はい、綺麗な状態で単独ライブの DVD に移りたいっていうのが目標ですかね、はい、3人の目標、それぞれの、そうです、そうです、いろいろ言ったんですよ、はい、写真集出したいとか、はい、いろいろ言ったんです言ったんです、PV 撮りたいとか、あ、どんどん趣旨がね、私たちなんか違うって言われてなんで PV 撮るんだみたいななんで写真集なんだみたいな、じゃあランウェイを降りて、なんでランウェイなんだみたいななって、なるほど、まあ、はい、
歩きたいなと思います。面白いなともちょっと思っちゃったのでね。いい企画ですね、はい、で今ちょうど半分ぐらいじゃないですか、はい、どのくらい減ったかって公表できるんですか、うん、中で見よう。立ち会った後にこんなこと言うのもおこがましいっちゃおこがましいんですが、はい、1ヶ月で約9キロぐらいの減ですね。9キロ1ヶ月でですよね。まで1ヶ月ですね。90.7 キロからのスタートなんですけども最初の写真があればいいんですよね。そっか、最初の写真ね。ここまであったんです、この辺まで。じゃあかなりなくなりましたね。でピッて やってもこの辺まであったんです、うん、それが見る見るうちにピッてやってなくてもなんかここまで来たので、ウエストが今だいぶ落ちましたよね。だいぶ十何センチぐらい落ちてるんです。へー、お洋服にするとどれくらいサイズが小さくなるんですか。もともと 4L を着てたので、はい、3L はもう緩いですね。へー、そうなんだ。 M の服がこの間入りました、うん、M もあ、なんか部分部分によるんだと思うんですよ。ここは結構きついっていうのもあったりとかすると思うんですけど、うんうん、はい、オールインワンだったりとかすると、なるほど、ストンって入って、はい、服とかは結構 M でも大丈夫です。嬉しいんですか。びっくりですね。びっくりする、すごいですよ、本当に。なんだろう、9キロ視線をめちゃめちゃ感じてたんですよ、ずっと。大きい時ですか。そうです、今も大きいですけどねなんだろう、あれみたいな、あれって、ね、感じだったんですね、はい、すれ違いざまにブーデーというも言われたことあるのでっていうのもあったんです。こうなったんですけど、うんうん、普通に歩ける現状が今あるので。そうですよ、なるほど。なんですか、普通ではないんですよでも減ったからこその普通なのか、体が軽くなっただけなのかっていう、ちょっとそういうのはありますね。なるほど。でもすごい、もうその一番最初43キロぐらいから原因になるっていうので、うんうん、もう太養殖でいっぱい食べて、だって養豚場ですよ。いやでもそこからまた企画があるってなればじゃあ痩せますって言って何十、まあ、10キロ近く、うんうんうん、かなり根性ありますよ ね。いや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 、根性あるんですかね。行くって言ってたじゃないですか、だから相当や言ったことはやるっていう。いやもうなんですかね、私なんてっていうのは昔はあったんですけど、はい、私でこの体型を見せることによってダイエットをしようと思ってくださる方がいれば、うん、それはそれでありがたいなと、うん、そして私も露出狂じゃないってことが分かっていただけるかなと、はい、なるほど、ね、そうですね、なんだあの子ってならないかなって、うん、あと痩せた自分にもう一度会いたいなってなりますね。思うんですね、うん、なんかあの、うん、養成所に入って言われた言葉と、はい、今の言葉現状が全然違うので、うん、その自分にあ今会ってみたらどうなるんだろうなっていうのも感じます、うん、なんか面白いなって、うん、そうですね、それはありますね、うん、環境が違うので多分言われることも違うのかなって思って、うんうん、確かに女性の夢っていうんですか、うん、も叶えることができるのもダイエットなのかなと思いました。はあ、深いです ね、 ね、本当に。もっと簡単なこと言うといいですね。深い深い、いや、はい、いいと思います。ダイエットってここ体重を減らすとか、うん、ただ体が痩せるとかそういうイメージがあると思うんですけど、うん、はい、なんか何かにチャレンジすると、うん、こう本当に精神的にも強くなって魅力が出て、うん、自信がつくと思うんですよ。なんか、ね、すごいちょっと最近思ったのが、うん、いや何があったんですかって言われたらそれはまた別なんですよですけど、はい、いろんなことが吹っ切れるようになって、へー、なんかそんなにねちっこかったのかと思われるのもあれなんですけど、はい、どうしようかなとか、ああどうしようかなっていう考えも持つ人間だったんですよ。いや、いいじゃないいいじゃないそれで今がこうなんだからこれ受け入れましょうっていうスタンスになりましたいい、なんかいいですね、心も軽くなったみたいな感じですよね心も体も軽くなって、まだ重いんでしょうけどね、見た目は多分心も今後とも軽くなっていく予定です。そうですね、どんどん軽くなっていく、うん、そうですね、あんまり軽いと
ね、軽薄な感じになっちゃいますね。なるほど、行き過ぎると。そうですね、いいよね、結果を出してるからできる自信がついて、ね、そうですね。じゃあ私あのインスタを見てるじゃないですか、はい、ありがとうございます。最近なんか綺麗になったっていうコメントコメントもありましたよね。ありましたね。目が大丈夫ですか本当に。ね、しかもなんか本当に可愛くなってきてるんですよ。なんか決め顔してるというか。それ言ったらなんかちょっと恥ずかしくないですか。もうだってあれいいですか、朝起きてすぐやってますからね。朝起きて自撮りしてるっていうのを言われるとすごく恥ずかしい状況ですよ。本当に皆さん朝起きて何しますか。一番最初トイレとかじゃないんですか、ね、私自撮りですからね。始まりが今からトレーニングしますみたいな、これ違うなっつって何度もやってるんですね。ちょっと時間かかってます。なるほど、はい、なるほど。いやすごい、そう面白いですね、はい、でその、うん、最終的にはその10月28日が、はい、最終日の100日ということで、はい、もうそこに向けて、はい、ぜひ頑張っていただきたいな。頑張りますよ、うん、目標はプラスどれくらい減らすんですか。今中間発表が今ネット上に出てるんですけども、はい、今10点いくらっていう風に出てると思うんですけど、はい、今また減ってはいます、はい、現状、はい、ただ中間報告を待ってほしいのでまだ数字は言えないんですけれども。なるほど。あとそうですね、1ヶ月ちょっとのところで、うんうん、いけるとこまでは行きたいんですけど、あとそれね7 8、うん、行けたら10行きたいですね、うんうんうん、頑張って。目標行けたら20キロマイナスぐらいは。そうですね、トータルで行きたいです。そしたら達成しますね、うん、1人達成ですね。多分そこからダイエットにどんどんハマっていくのかな、逆にと思って。あ、なるほど、うん、なんかそこから自信がつくのかなっていうのも、うんうんうん、新しい自分に出会えるんじゃないかなと思いますね。楽しみです。楽しみですね、はい、うん、ね、フォローさお願いします。フォローね、はい、その中間発表はいつ分かるんですか。中間発表は、50日の中間発表があります、インスタで。お、ありますあります。そうだ、あともうちょっと。そうです、明日あたりですかね。そうですね、明日明後日ぐらいに入ると思います。ちょうど今の時期でちょっとどうなのか、あのデイプラス、うん、ダイエットっていうなんか、はい、持ってくればよかったですね、私ね。A プラスダイエット、先ほどのやつですか。そうです。 あそこのアカウントに画像が用意されてる、はい、あ、ぜひそこに行っていただければ、はい、私と柏崎桃子、はい、白田中3人がですね、どういう風にしてダイエットをしてるのかっていうのが、はい、気持ちの問題であったりとかも載ってますので、はい、あ、そっか、心境とかいろいろ。そうです、みんなでやるものだよってっていう共有の仕方をしたいので、なるほど、一人じゃないよっていう、その共有のためのインスタでもあるので、はい、例えば停滞期があったりするんですけども、はい、多分私まだ来てないので、うん、逆に怖いですよ。これから、うん、か、なるほど、そうなんです。だから、うん、停滞期が来てる子もいれば、はい、停滞期に入ったのか入ってないのか、うん、あと、まあ、女性しかわからない問題とかあるじゃないですかね。うん、その時は減らないとか、あ、そういうのを。はいはい、どうしようかなっていうのを、うんうん、みんなでこうコメントでやり取りしたりとか。なるほど。最初は順調でも行けば行くほど難しくなるものじゃないですか。そうですね、こっからですね、本当に。そうですね、あとはもうこれが皮にならなければいいなぐらいです。そっかそっか、そっか、なるほど。手術しかないですからね、メスを入れるしかないですから、ね、カッティングです、カッティング。確かに。でもやっぱりダイエットされる中でなんかこう多分見てる方って食事とか気になってると思うんですけど、うん、そうですね、うん、はい、どういったことを気をつけるようになったんですか。気をつける、最初は本当に、はい、野菜中心でした。野菜中心、はっきり言って、はい、お肉もなんか怖くなってた部分もありました。食べちゃダメってわけじゃないんですよ、うん、ただささみをやっぱり中心に食べていて、ささみで、ピーマンの肉詰めを作ったりとか、
なんかひき肉じゃなくてささみでもいけるものを考案していくみたいな自分で、はい、それで作ってみてダメだったら違うものにしたりとか、料理の勉強にもなってますんだからね。あ、そっか、なるほど、そうです、なんか楽しんでやってますっていうのは多分そこでも私料理が嫌いじゃないので、あ、はい、なんかこの味付けは自分好みにしようとか、いろいろ考えてやってますね。いいですね、すごい取り組み、健康的だと思う、健康的、すごい健康的ですね。夜が置き換えなので、生酵素に置き換えるので、生酵素を夜に持ってくる、はい、そうです、置き換えるので、朝昼は大丈夫なんです。普通に食べても大丈夫、普通でもいいんですけど、だんだん自分で気にしてくるようになるので、なんかこう、あれこれは私には違うんじゃないのかみたいな、こうおにぎりが並んでたつじゃないですか、コンビニでね、はいはい、違う、マクロビがいいみたいな気持ちになってくる。そうなんですよ、そうなんですね、それはすごいですよね。なんか買うものが、今までだったらツナマヨとかポポポポポポポってやつが、必ずパッケージの裏を見て、はい、糖質とかそういうのを見るようになっちゃったんで、なるほど、すごい、なんか糖質は取らなきゃいけないものでもありますから、はい、確かに必要なんですけど、なるほど、こうやって戻して、はい、そんなにだから前みたいな食事を今したいかというとしたくない。へえ、じゃもう変わってきてるんですね、もう中から。そうです、嫌いじゃないけど、いざ例えば目の前で唐揚げやらピザやら食われても、はい、何も大丈夫です今。我慢してるって感じじゃないですね。じゃないです、普通に あの生酵素を夜飲んだ時に思いましたけど、はい、お腹がいっぱいになるんですよ。生酵素はお腹がいっぱいになる。なるほど。あの大豆プロテインとかも入ってるので、はい、チアシードとか入ってるので本当。そっか、膨らむんですね。スーパーフードっていうんですか、はい、がいっぱい栄養価も高いし、ね、それだけでお腹がいっぱいになるの。そうです、女性が大好きなスーパーフードが入ってます。女性が大好きだね、一番いいものを取り入れてますよ ね、 ただやっぱり最初はお腹空くと思いますので、そうですよね、はい、だって今までガンガン食べてたんですから、そりゃそうだ。その時はブイヨンのスープあるじゃないですか、はい、あれを使ったものやら、はい、あれに生姜を入れたもの、燃焼効果で、なるほど、で具を野菜にしていただいて、はい、あの人肌に冷ましていただいたものを飲んで、はい、時間をかけて食べて、はい、それからの生酵素を食べる飲むっていうなんですかね。じゃないとやっぱりコメントとかでもたまにいただくんですけど、足りなくないですかってくるんで、多分見てる方とかはそういうの思うのかなと思って、今日伝える現場があってよかったです。ああ、よかったです。なるほど。なるほど。全部聞けるだけで全然違いますよね。サラダとかの本欲しいかも、痩せきって。あ、確かに。本出したら欲しい。何食べてたかの。ああ、確かに。達成したら特にそうですよね。ダイエット経過というか。誰にお願いしたらいいんですか、それ。ちょっとその企画もやりましょう。え、やってくれるんですか。ね、みんなで呼びかけましょう。そう、私も気になります、それ。何食べたかって、あとか。を写真とかに載せるってことですか、材料とか載せて。ダイエットレシピ本みたいな。レシピとかも。そう。だし。で、食べ、お腹いっぱいになるコツみたいな。そうですね。めっちゃゆっくりあります。ゆっくり食べるんだ。その私100日経った時のも見たいです。その、あの実際、実際どうなったか、どうだったか。そうですね。今見てくれてる子供さんはきっとそれすごく気になってますよね。そうですね。私も一番気になってます。どうなっていくのか。運動はですね、週1回ですね、トレーナーさんのもとで新しいメニューをいただくんですけども、まあ。ジョギングがあって朝、はい、朝じゃなくてもいいんですけど朝が一番いいということで、はい、ジョギングを30分毎日やってるんですか。で、すごい30分走って筋トレみたいな毎日を交互にやってるんですけど、全然あの30分ってきつく思うじゃないですか、はい、きつくない
きつくないないなんですか、そんなきつくない、本当に無理しないダイエットをさせていただいてます。なるほど。だってこんな大きい私ですら走れるんだから。そうですよね、きつくないって言ってるんだから大丈夫です。死なないから。死なないから。なんか汗かくのが気持ちよくなります。ああ、うん、楽しくなってくるんだ。そうそうそう。あ、確かに。あと変化が出ると楽しいですよね、うん、あ、痩せてきた。ちょっと勘違いとかしてしますもんだって。撮ってる時なんですか、あのインスタも見るのがどんどん変わってったんですよ私。へ、今まではお笑いのインスタばっかり見てたんですけど、はい、なんかやっぱりモデルさんとかのインスタとか見るようになって、うん、あーいいですねみたいな感覚に入っていくんですよ。さえこさんとか中村アンさんとかもね、インスタに本当いそうな方々ばかりを見るようになって、ね、中リーサさんとかね、もうトレーニングしてますみたいな、私もトレーニングしてますみたいな感じで一緒に見てます。いやでもいいことですよね、すごい刺激になるし、なんかそうですね、だからいろんな人から刺激を受けて、こっちからも刺激を発信できればなと思ってます。なるほど、素敵だ。面白い。はい。ちょっとあっという間に時間が過ぎていく。あら、はい。ですよね。ちょっと最後に、はい、くまりえさん、はい、告知をお願いします。改めましてシュープロモーション所属ピン芸人の熊里と申します。本日はありがとうございました。告知はですね、先ほど話させていただきましたダイエット企画、女芸人3人で100日間マイナス50キロ計画、こちらの方が継続中でございます。ね、どんなダイエットをしているのか、まずデイプラスダイエットで検索していただいてもよろしいですし、くまりえでインスタで検索していただいても出てきますので、そちらの方フォローお願いいたします。あと事務所ライブがございます。シュープロモーションという、事務所に私所属しておりまして、そちらが9月20日19時新宿バティオスというところでですね行われますので、ぜひお越しくださいませ。はい、毎月第3水曜日に行われます。私はミュージカルコントをさせていただいておりますので、よろしくお願いします。見たいな。前売り券は1000円です。よろしくお願いします。お願いします。マジエさんで検索をしてお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。楽しかったです。また。